1683年頃の中央ヨーロッパテケリ、イムレは、ハンガリー人の政治家、ハンハプスブルク法規の指導者、ケイシュマルク白爵、トランシルバニア公。通常ハンガリー語ではリーは、ジェイと発音されるので、日本では、トンキロジェイと語読されることがあるが、この姓は t、キロリットル、トンキロリットルという地名に形容者が政の、マイナスイの固形のマイナスイ。 愛がついたものなので、サカリは、現代語風に表記すると、トコリーとなり、トコリーが正しい読みである。1657年、王領ハンガリーのケイシマールクに生まれ、幼い頃に両親を亡くした。エペリエシュにあるルター派の大学に入ったが、彼の住む上、ハンガリーでは、当時、ハプスブルク家の反対派やプロテスタントの皇帝軍に、対する武装放棄が、工場的に起きていて、 テケリの立場も危ういものだった。父、テケリ・シュトバーン・ハクシャクは1670年12月、ハン・ハプスブルク派による、ベッシェレーニ陰謀の参加者として、スロバキア北部のアルバ城を防衛していたとき、トランシルバニア港、アパフィ・ミハー一世に大法官として仕えていた、親族テケリ・ミハーを頼って、トランシルバニアに逃亡しようと城を脱出したところで、皇帝の軍勢に殺されていた。 テケリも、またオーリー・ハンガリーからトランシルバニアに逃れた人々と連絡を取るようになった。トランシルバニアの亡命者たちは、自分たちと同じように迫害を受け、膨大な領地の大部分を皇帝によって没収された、有能な若き気候師、テケリに大きな期待を寄せていた。そして神聖ローマ皇帝レオポルト一世が1673年2月27日に、 ハンガリー国宝を停止して、ヨハンカスパーフォン・アンプリンゲンを独裁官に任命し、アンプリンゲンが450人のプロテスタント聖職者を追放し、そのうち67人以上をガレー戦の時計衆にすると、テケリの不満は頂点に達した。フランス王類14世からの支援の約束に勇気づけられ、ハンハプスブルク派勢力は1678年、 自由と正義のために放棄を開始し、若いテケリを指導者に選んだ。東ハンガリーとハンガリー中央部の鉱山都市はすぐにテケリの手に落ち、1681年に1万人のトランシルバニア軍とナジバーラドの総督に引きられたオスマン帝国軍を援軍として従えた。テケリは皇帝に急戦を結ばせることに成功した。翌1682年にクロアチア複合。 ペータルズリンスキの娘で、ラーコーチフェレンツ一世の未亡人であるズリーニーロナと結婚した。テケリは、レオポルト一世に対する不信感から、オスマン帝国のスルタンメフメト四世の川に寝返り、スルタンから上ハンガリーの王と認められ、イスタンブール政府に年4万ターラーの功納金を支払うことになった。この時より、テケリは皇帝から次々に要塞を奪い、 その領土をバーグ側まで広げた。1683年にカッサとタリアでテケリンが主催した二度の議会では議員たちはテケリの個人的な魅力に影響されないわけではなかったが部分的には信頼感を示しつつも彼が取ることの同盟のために自国の独立を犠牲にするのではないかという不安を感じていた。このため議会は彼のために助成金も 総動員令のどちらも出すことを拒み、テケリはこれらを力ずくで出させることを余儀なくされた。ブダペストの英雄広場にあるテケリーイムレズを1683年の第二次ウィーン包囲に際しては、オスマン帝国を物資面で支援し、敗走したオスマン軍の退却にも同行した。ところが、指揮官の大宰相からムスタファパシャは、ウィーンでの敗戦の責任をテケリになすりつけたため、テケリは、 スルタンの面前で自己弁護するためエディルネに急行した。しかし、直後にトルコが派遣を失ったことを理解したテケリはポーランド王ヤン三世ソビエスキンの仲介でレオポルト一世と和解する道を模索し始めた。テケリは皇帝がハンガリーにおけるプロテスタントの宗教上の権利とテケリの領土となった上ハンガリーと君主の称号の保持を認めれば 降伏するという提案を行ったが、レオポルト一世はこれらの条件を飲むことを拒否し、無条件降伏を要求したため、テケリは戦争を再開することになった。しかし1685年の遠征は失敗の連続で、ナジバーラドノトル個人たちに支援を求めに行ったところ、逮捕されてエディルネに連行された。新家達の大部分は皇帝との和平を結んだため、テケリは劣勢になった。 1686年に、牢獄から解放され、小規模な部隊と共に、トランシルバニアに送り込まれたが、この時の遠征も1688年の遠征も、失敗に終わり、またもや投獄された。しかし1690年、オスマン帝国から1万6000人の軍勢を与えられ、トランシルバニアに送り込まれ、ジグベルト、ハイスターとテレキミハーイ伯爵の連合軍に、 ゼルネストで勝利した。この対象の後、テケリはケレステミネズの議会によってトランシルバニア港に選出されたが、この地位は皇帝軍との戦いが極めて南極に陥ると維持できなくなり、1691年にトランシルバニアから完全に撤退。トランシルバニア港はアパフィミハーイ2世が選出された。テケリはイゴ大トルコ戦争でオスマン帝国に協力し、 1691年のスランカメンの戦いではトルコ騎馬隊を率いて活躍したがその後のオーストリアとの戦いでは振るわず1697年のゼンタの戦いで完敗してしまった1699年1月26日に結ばれたカルロビッツ条約ではハンガリー人反乱者に恩赦が約束されたがテケリは恩赦の対象外とされた1700年に トランシルバニア公国を取り戻そうとしたが失敗に終わり、妻イロナと共に亡命、ガラタに身を打ち着けた。スルタムスタファ2世からは膨大な領地を与えられ、ビディン白爵の称号を送った。1705年、48歳でニコメディアで亡くなった。イロナとの間に娘、エルジェーベトが1683年に生まれたが、1688年に溶接した。 ケイのラーコーチフェレンツ2世は、ウィーンで、ハプスブルク家の保護家に置かれていたが、やがて脱走、ハンガリー独立戦争を起こすことになる。この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム、ヒュー、エド、サカリ、イムラ、インスイクロープギアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティプレス。ありがとうございます。